103回目のビデオとしまして、英語の発音の cars と cards などにおける、この z, z の発音ね、cars, z, 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 z の発音、それから cards, d, z, d, z の発音、この違いについて話したいと思います。これをね、前後の脈絡で、間違えたって別に通じるからいいだろうというふうに思ったりもしますけど、他の発音と同じように、これもあれも間違い、これも間違い、いろんなもの間違ったらもう聞いてるのが疲れてしがたないんですよね。普通の日本人の発音ってもう何もかも無茶苦茶ですから、ですからもう疲れて仕方がないんですよね。複雑な話を、しかもちょっと早いスピードで言うとね。だから何わけがわからなくなります。だから、日本人が通じてると思ってる、自分では思ってるけども、相手は疲れ切ってるんですよね。ですからやっぱりね、相手を疲れさせない思いやりが必要ですよね。そのためにはやっぱりこんなね、くだらないことに見える、この些細なことでもやっぱり直した方がいいと思いますね。sides, size. それだけね。今から発音するのは全部、最初は DZ、Z、DZ。あとは、2番目は Z、Z の発音ね。Sides、Sides。大げさに言うと、Sides、Z。2番目は Size。大げさに言うと、Size です。こっちは Size。と、いくらでも続けられるんですよ。だからこそね、眠ってる時の、これどう発音するのか知らないんだけども、僕いつもこれをズーって発音しますけどね。本当にこれ眠ってる時ね、よくスヌーピーが寝てたりするときにこんなね、マークっていうのかな、ズーって書いてありますよね。それとかこう、なんていうの？蜂なんかが飛ぶときズーってこういうふうに書いてあるような気がしますね。確か僕の記憶によるとね。で、多分これズーって読むんだと思うんですけど、ちょっとネイティブで聞いておされません。で、もし発音するとしたら、ズーといくらでも言えますよね。このズー、Z の発音はね。Z の発音は。ズー。絶対にこのズーの後に母音はつけませんよ。もちろん。ズーじゃないですよ。ズーじゃないです。あくまでも、ズー。いつまで経ってもズーのままです。ズー。この発音はいくらでも続けて、永遠に続けられるんです。ところが、こっちのズの発音は、ズ、でおしまいです。ズズズって続けられないんです。いや、そのことないよ、続けられるよ。ズー、ほらね、とか言う人いるかもしれないけど、ズーって言った場合は、うーっていう母音が続いてるだけです。ズーっていうのはね。で、今度、ズー、ズー、ほら、続いてるじゃんって言うかもしれません。しかし、ズーって言ってるときは、D の後に Z、そして Z、Z、Z とずっと言ってるんです。わかりますかね？最初だけ D で、その後ズズズズ、Z の発音がずーっと続いてるだけです。すなわち、ズー、ズーって言ってるんですよ。だから、おかしいんです。DZ、DZ の発音をずっと続けることは不可能なんです。なんでか言ったら、このドゥが破裂音だから。ドゥ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 って言えないとのと同じでね。プププププって言えないでしょ。同じです。プは一瞬にして終わり。ドゥは一瞬にして終わり。だから、ドゥとズをくっつけたズは一瞬にして終わるんですよ。ズでおしまいです。サイズ。それを続けられません。いくら頑張っても。こっちは続けられます。ズ、サイズ。サイズ、サイズ。ローズ、ローズ。ローズ。rose、僕の発音、ただのノンネイティブの発音だから信用できないんだったらどうぞ、YouTube を見てください。YouTube に、いくらでもこのネイティブの発音がありますからね。ネイティブの発音してますから。これとこれとの発音の違い、全部一生懸命発音してくれてると思います。で発音の仕方も教えてくれると思います。で、ず、だから、ずなんですよね。でず、でず。だから、ず、ずって言ってるときはもちろん、
ここに、下の先が、ドと一緒ですから、ドと一緒で、それに図がついてるだけですから、図。図ですよね。ところが、こっちの図の時は、図の時は、下が、ベロが上にくっついてませんよね。ベロが、スーと一緒ですから、スーのままズーって言ったりしまい、スーって言ってしまいですからね。ベロが上にくっつきませんよね。スー、スーね。こっちはツ、ツ、ツがズ、ズになってるだけです。ドにズがついてるだけです。だから、ドとズがくっついてるから、ズ、すなわち、ベロが上にずっとくっつくんですよね。ず。こっちは上にくっつかない。ず、ず。roads, roses, roses. ちょっと大げさに言いますよ。roads, roses. roads, roses. そもそもこっちはものすごく硬い発音になって、こっちはものすごく柔らかい発音です。ところで、日本人は全部こっちはね、発音できないで、こっちばっかりで発音する癖があるんですよね。なんでか言ったら、日本語のザジズゼゾ、ザジズゼゾは、そもそもこっちの発音だからです。こっちほど強くはないけどね、基本的にはこんな感じですね、日本語のザジズゼゾは。そうだぞ、というときはこっちですわ。こっちじゃないです。こっちだったら、そうだぞ、ゾウ、ゾウさん。ゾウさんってこっちで言ってる人はいないんじゃないかな。関東地方はどうかしませんけど、少なくとも関西ではそうですわ。ね。で、日本人、今までいろいろな日本人見てみたけど、ね、日本語を喋ってるときは、ザジズゼゾ、ザジズゼゾは全部こっちで言ってますね。ザ、ザ、ジ、ズ、ゼ、ゾ。大げさに言えばですよ。次、ベッズ、ベッズ、ベッズ。beds, beds, sands, sands. こんな単語あるのかって言いたくなるけども、フランス語から来たんですよね。without というんですね。そのフランス語を英語式に発音して sands って言って、なんか、英語の中に入ってますよね。bands, bands. これはバンドですよね。その複数形。bands. これはね、なんていうのかな。結婚のなんか、何だったかな、結婚の教科書かな、なんか忘れましたけどね。なんか特別な意味ですよ。禁止っていう意味ではなくて、あ、もちろん、禁止っていう、禁止するの三人称単数現在とも考えられますよ。bands, bands, cards, cards. 大げさに言ってみます。cards, cards, cards, cards. lands,Lens, lens, lens. 日本人にはこの二つ両方同じように聞こえますけども、慣れてくるとこれが二つは全然違って聞こえますね。で、ネイティブだったら当然全然違って聞こえますね。これは LAN, local network, local area network の複数形ですよね。hands, hands, hands, こっちは hands,ハンス、なんとかかんとか。ドイツ人の名前でハンスっていう名前がありますよね。それを英語式に発音するとヘンズになるんでしょうね、多分ね。次、ボーズ、ボーズ。ボーズ、ボーズ。こっちは退屈させるに三人称単数 S がついてありますよね。ボーズ、ボーズ。ビアーズ、ビアーズ。ビアーズ、ビアーズ。ですよね。というわけで、DZ と DZ このように、DZ と Z とではえらい違いです。発音の区別でつかない人は同じように聞こえるかもしれない。ところがこれは完璧に発音ができるように、どんなにぼーっとしててもこの2つがすぐに、どんなに速いスピードで喋っててもこれがきっちり発音区別できるようになると、これとこれを完全に聞き分けられますね。あ、今は DZ、DZ で言ってるな。今は Z で言ってるなと。あ、今はカーズ、
あ、車の複数形で言ったなと。ね。その単数、一つの単語をポッと言われてもですよ。あ、車の複数形だな、今は。はい、cars だな。あ、今はカードの複数形だな。とかね。すぐわかりますね。自分で発音できるようになると絶対に聞き取れます。と、ノンネイティブながら、ノンネイティブでさえ、ノンネイティブの僕でさえそう感じますからね。全然違うような気がですね、僕でさえ。ましてや、言わんや、ネイティブ親ですよ。ネイティブはもう、もうもっと敏感でしょうね、そういうことはね。だから、cars、z で発音するべきところを dz で発音されると、ムカムカ来て仕方がないんじゃないかと思うんですね。僕でもそうですから。イライラします。聞いてると。間違って発音されるとね。というわけで、おしまいです。